分から読むと思うんですよね。でここで読んでいくと思うんですけど、確かにこうやって読めれば読めばいいと思うんですけど、なんか読んでてもなんか続かなくなるような、私自分だったら多分続かないと思うんです。途中でなんか、うん、なんかなんだこれみたいな感じで置いちゃうような気がするんですけど、目次だったら、目次をただここだけを回転させようと思ったらとりあえずは続くかな感じですね、最初に。でこんな感じで、まあさっきと同じですよね、こう読んで、まあ、こうなったみたいなね感じで、まあ、こんな感じで、とにかくもう言葉に馴染むっていう感じですよね。言葉に馴染んで、ちょっとでもこの、まあ、私こうコミュニケーションでさっき言いましたけど、まあ、本を人だと思って初対面の人にちょっと出会う時にいきなりこう細かいとこ入るよりもとりあえずなんとなくこう挨拶をするみたいな感じで、ちょっとずつでも挨拶、これを完全にこう背けちゃったらいつまでも距離は縮まらないですけど、とりあえず自分も楽でいないとやっぱり続かないんで、楽でいられるっていうことでやって、まあ、XP とか、私はあんまりそれが分かんないですけど、XP とかっていう言葉があるなとかっていうのも、もちろんここに書いてあるからすぐ分かるって分かるんですけど、こういうのもやっぱさっきのアジャイルを始めようと極めようなんだっていうようなところからまず入って、見てるうちに、ああ、XP とかっていうそういう話なんだとか、で、協力するとかなんかそういうことがあって、で、極めるとかってなんか結構そういう話で、で、また次のこの小さい見出しの方にちょっとは入っていくかなみたいな、そんな感じ。そんな感じで、じゃあそれでじゃあ人にそれこそこの本ってこういうことですって説明できるかっていうとまた説明はできないんですけど、そんな感じで読んで、で「やおらじゃあ初めに」っていうところを読もうかと。でも初めにも結構字が細かくてですね、ね、でこれもだから、これも何ページなんだ、これが 4,5 ページありますよね。 でもまあこれも見出しだけ見て、細かいなとか字が結構ページ多いかなと思ったけど、まあよくありがちな、こう写字っていうので1ページ取っているとだから実際にはまあ あれだなみたいな、本書を読むべき人とか現場の方やそこはそうっていうふうな感じで、とりあえず見出しだけを見てると、あ、なんかそういうことだって、ちょっと馴染みが出て、もうちょっと読もうかなみたいな感じで、でまあ一応がいいです、まあ、読むべき人っていうことで、アジャイルチームにいる人って、アジャイルチームってアジャイル知らないんだけどみたいなそこにいるんですけど、そうなりたい人のプログラムだとか言って、でもここでやっぱりパート1はコンセプトで、2は、まあ、今言葉で喋ってますけどね、どういうことなんだって、まあ本当全くわからないのですけど、で、まあ、自分だとやっぱこうやって読むっていう感じですね、こういう感じで、普通の読み方とは多分ちょっと違うかもわかんないですけど、でこうやっていって、で初めにっていうことで、でそうなって初めて、じゃあここまで言うとアジャイルアジャイルって言われてタイトルにもあるんで、アジャイルって何だろうっていう、ちょっとずつこう好奇心が止まってきて、 なぜアジャイルか、アジャイルになる方法とかって、またもう一回目次見るとやるんで、じゃあちょっと本文眺めようかみたいな感じで、でその時もやっぱこう分厚いんで恐れてるところですけど、とりあえずは見出しだけでめくってみるみたいな、なんだ一章ってなんかすごいけど一章ってたった4ページなんじゃないですか、なぜアジャイルなのかっていうのは、あ、そうなんだ、でまた見出しだけでなんかあって、なんかこう納期よりも大事みたいな、なんかそういう話なんですか、俺でアジャイルへと踏み出して、全然なんかアジャイルの話書いてないんですけどアジャイルへと踏み出すとか言って、まあ、そんな感じでこう見出しだけとりあえず読んでアジャイルになるっていうね、アジャイルの、まあ、でも自分どっかでよく定義は探してるんですけどね、アジャイルとはとはね、でも全然こういう本って2章もね、これだけなんですよね、1ページ言うはずですけど、アジャイルになる方法って言ってアジャイルマニフェストとこうやってせいぜい4ページですよね、まあこういう感じでやると、ちょっとずつ なんかちょっと最初いきなりこれだとちょっと自分なんかだと障壁が高かったのが、こうやってこう見出しだけでも回転させると、こうちょっと馴染みが出てきて、アジャイルマニフェストとかっていうと、確かマニフェストっていうぐらいだから結構大事なのかなと思って、これが大、まあこれが大事なんですかね、わかんないですけど、大事なのかもわかんないですね、という感じで、まあこの下の名前は全然関係、意味ないですよね、多分意味ないですよ、これ覚える必要も読む必要もないですからね、そうするとまあここなんだなみたいな感じで、まあこれも読む気がすれば読むんでしょうけど、まあとりあえずこれ、まあ普通私結構書き込む方なんで、なんかこうやって、ま、丸しとくとかっていう感じですかね。で、まあ、支える原則っていうのがあるんで、まあ、なんだなみたいな感じで。で、次で、ね、で、まあ、XP っていう、
XP っていうのが全然私も何のことやら分かんないのでなんですけど、XP っていうのがあるんだなみたいな感じで、まあ、この辺になると全然私も読む気が今しないので、とりあえず見出しをこうやって眺めていきますけど、まあ、いろんな役割が、まあ、役割の話なんでね、という感じで、でまあとりあえず例えばこう見て、まあ、何分ぐらい経っても分かんないですけど、 また目次ぐらい目次を見てみると、なんだかさっきも同じ言葉を見てるんですけど、やっぱりここでの読書経験っていうかちょっと違う感じはあると思うんですよ。なんていうかな、ちょっと同じ感覚とはやっぱ違うと思うんですね。でもっとこうすっきり目に入ってくるっていう、そうするとまた XP を実践することっていうことで、あ、実践することで5678から考える、協力、リリース、計画、開発するっていう感じがあるんだなっていうので、まあ、ちょっと、まあ、さっきも見てることなんだけども、なんか入ってくるっていうか、そういう感じですよね。で、